ほう、訪問者とは珍しいこともあるものだ。貴公、教会の秘密を見てきたのだな。ほう、訪問者とは珍しいこともあるものだ。貴公、悪夢にさまよう狩人よ。見たのだろう、英雄の獣、そして教会の哀れな患者たちを。そして、殺した。ああ、責めはしない。あれらは悪夢に囚われた。それも一つの救いだったろう。それでどうだ？貴公、何か得るものはあったのか？貴公、悪夢にさまよう狩人よ。見たのだろう？英雄の獣、そして教会の哀れな患者たちを。そして、殺した。それでどうだ？貴公、何か得るものはあったのか？ほう、そうか。それはよかった。ならばもう、この悪夢を離れたまえ。獣の狩人、ゲールマンの思いを知る者ならば、貴公の敵はここにはない。そして、この部屋の異物は選別だ。貴公の力にするとよい。そして、狩りに戻りたまえ、狩人よ。貴公の力にするとよい。そして、狩りに戻りたまえ、狩人よ。そうだろうな。悪夢など、また悪夢の抱える秘密など、所詮はそういうものだ。だが、ならばもう、この悪夢を離れたまえ。獣の狩人、ゲールマンの思いを知る者ならば、貴公の敵はここにはない。そして、この部屋の異物は選別だ。貴公の力にするとよい。そして、狩りに戻りたまえ、狩人よ。貴公の力にするとよい。そして、狩りに戻りたまえ、狩人よ。どうした？狩りこそが狩人の使命だろう。それとも、まだ何か求めているのか？この悪夢の奥に。そう、たとえ私を殺してでも。どうした？狩りこそが狩人の使命だろう。ほう、貴公、恐ろしい目をしているぞ。ひどい男だな、貴公は。だが、わかるよ。秘密は甘いものだ。だからこそ、恐ろしい死が必要なのさ。愚かな好奇を忘れるようなね。ひどい女だな、貴公は。死体あさりとは、感心しないな。だが、わかるよ。秘密は甘いものだ。だからこそ、恐ろしい死が必要なのさ。愚かな好奇を忘れるようなね。